こんにちは、プロ棋士の柳沢です。今回は特に初心者、級位者の方でいつの間にか大きな石が取られてしまっていることがあるという方にですね、特に見ていただきたいと思っております。意外とですね、今回やることをちゃんと教材として扱っているものが少ないと感じましたので、大事な基本についてしっかり聞いておきたい、改めて聞いておきたいと思う方はぜひ今回の動画を視聴してみてください。今回のテーマは渡りです。これを実践で見逃してしまうと、助かっているはずの石が取られてしまうことになりますので、まあこれ実践でね、ちゃんとこう認識できるように目を鳴らしていきましょう。今回は特に実践でよくできる形と、まあそこまで実践ではできないんだけど、まあでもこれぜひ知っておいてほしい手筋というのをね、厳選してご紹介していきたいと思います。まず最も典型的な渡りという形はこれですね。ここで黒1と打ちます。これでこの左側の黒と右側の黒がつながることができるんですね。まあ、特にこの左側の黒2子が白に囲まれそうになっているわけですけれども、この1と打つことによって、まあ、助け出すことができます。これなんとなく心細いような感じもしますが、ここに来たらこうやって取れるし、こっちに来ても取れますから、もう絶対につながっているということですね。この形は実践で本当によくできるし、とても重要ですが、まあ手筋というほどの手ではないですよね。まあもう見慣れた人にとってはね、もう当たり前の手だと思います。しかし次の手というのはですね、これ知らなければなかなか実践では打てない手だと思いますので、しっかり解説していきたいと思います。はい、今度はこういった形ですね。これでこの左側の黒2目を助けることができるか、まあできるんですけれども、どうやって助けるかということですね。なんとなくこれこう真ん中に打つのがね、良さそうな感じがするんじゃないかなと思うんですが、これはですね、こちらからこうつけられて、これを取るとまたこっちからこうなんですかね、両挟みというんでしょうか、挟まれてつながれないんですね。こっち側は取られてしまいます。じゃあどうするのかというと、あ、ちなみにこの真ん中も良くないですね。これは出られて出られてこう、渡ろうとしても取られてしまいますので、これもいけないということで、じゃあどうやるかというと、コスミがいいんですね。これはまあ知識として、見たことがなければなかなか思い浮かばない手なんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、これで、つながるわけですね。まあ、これも知ってしまえばね、知ってる人にとってはもう当たり前の手かもしれませんが、とても大事な手ですよね。はい、まあ、こういうふうに来てもつながることができますね。この間隙間いっぱい空いてるんですけど、まあ、白がどっから来ても切られることはないんですね。黒はつながっています。で、これ反対側からこすんでもいいですね。はい、これもやっぱりつながることができます。これどちらからでも OK です。では次にこんな形です。まあ、これは先ほどの形に比べると実践でできる可能性は低いですけれども、まあ、一応知っておいてほしい形かなと思います。これほど距離が空いていてもこれつながることができるんですね。ズバリここに、まあ、こっちから一間飛び、そしてこっちからまあ猿滑りの形ですよね。こうなるとこれつながることができます。まあ、さっきと同じ要領ですね。ここが絶対つながってるし、ここもつながってるということなわけですね。まあ、この形は、この一線のね、この点の黒の下がりが来ているというのもポイントですね。これがいないとちょっと話が変わってきますけれども、まあ、ここにいる場合この距離ですね、このぐらい離れていてもつながることができるということですね。そしてまあこれはさっきのコスミとかだと今度はちょっと離れすぎているので、これつながることができません。ここに打たれても切れちゃうし、まあ、こことかでもね、今度は切られてしまいます。まあ、他にはこの辺とかでも、まあ、やはりこれつけつけがありますね。どっちかからこうつけてつけられて切られてしまいますし、まあ、あとはこことかに打つのもね、もちろんダメですね。これもつながれません。はい、まあ、あと2線に打つのもね、まあ、どれも、まあ届かないということで、この点だけですね、この1点だけが、渡ることができる手となります。では次はこんな形です。こちらもまあ実践でできる可能性は低いんですけれども、知っておくと身を助けることがあります。全くできないわけではないです。まあ非常に、まあ、そしてかっこいい手筋なので、ぜひご紹介しておきたいと思います。まあ、こちらの黒3子をどう助けるかということなんですけれども、まあ、これ普通に行くとこういうふうにつながりたくなるんですが、これは当たりされてつないだらこう切られてね、丸ごと取られてしまいますよね。まあ、あるいはここに打つというのも、ここにつけられてこの3目は助からないです。ではどうするかというと、この飛びがいい手になります。これまあこっちからも飛びで、こっちからも飛びという形ですよね。これで白がまあこういうふうに打ってきてもちょうどつながることができるということなんですね。でまあこの形で言うとね、しかもこれを助けることによってこちらの白が自動的にこう2眼ができなくなって取れるということになるわけですね。
では次にこちらも、実践で非常によくできる形ですね。とても重要な渡りの手筋をご紹介します。この黒3子をどう助けるかという形なんですが、こういうふうに一歩ずついくのは、抑えられてね、後が続かないですね。これは切れてしまってますが、ここにね、こう当てつけていくという手がいい手なんですね。これで連絡することができます。これ切られても下がっておいて、これ繋がるんですよね。繋がるし、白こっち側からこう突っ込むことができませんよね。はい。ですし、こう繋げばこういうふうに渡ることができるということで、ここに打つことによって右側の黒3子を助けることができているということですね。これとても実践でできる形です。最後にこんな形もご紹介しておきたいと思います。これはこちらの黒2子を助ける形ですね。こっちの黒1個はもうこれ助けられないので、これはもう諦めるしかないんですけれども、しかしこれを捨て石にしてこういうふうにね、アタリしていきまして、逃げてもまたこちらからアタリして取らせても、こういうふうにね、絞りながら、これを捨て石にして、白を当たりと、追いかけることによって、白ここにね、渡りを止める手がないですよね。ここに打ったら逆に白が取られちゃいますから、白は致し方ないということで、黒がスルッとこう下を渡っちゃうことができるということですよね。はい。これはね、渡りの手筋っていうのはね、こう石を助ける時にももちろん使うし、こう寄せの時とかにもね、使うことがありますね。はい。で、これは、こちらから当たりすると、下がられてしまって、これ繋がれなくなっちゃうんですよね。これ、話が全然違うので気をつけないといけないんですね。はい。こう普通ね、こう上から当たりする方がいいっていうふうにね、言われることが多いんですけれども、この形の場合は、こう下から、すくうように、当たりするというのが正解となりますね。白はここで取ったらこうだし、ここに逃げても、こっちから打てば、先ほどやった通りですね。これ渡れるということですね。はい。ということで今回はここまでにしたいと思います。これを見たことがなかったという方にとってはとてもこれめちゃくちゃ重要な内容になったと思いますし、これ知っている方にとってはね、そんなの知ってるよと思った方もいらっしゃると思いますけれども、でも知っててもなかなかこれ実践でできないっていうね、こともありますので、こういうのに目を慣らしておくことによって、実践でもできた時にね、こう自然に、これは渡ってるやつだなっていうのをね、パッと見で分かるようになっていくというのもとても大事ですので、復習としてもね、使っていただければというふうに思います。また次回はですね、これ渡りっていうのはまだまだいろんなバリエーションがあります。今回は本当に基本的なものを紹介したんですけれども、もう少しこう発展した形というのもご紹介していきたいと思います。はい。ということで、今回は以上です。この動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。コメントもいただけると大変励みになりますので、ぜひお願いいたします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。